はい、皆さんこんばんは。ようこそイルミナティへ。本日のゲストはですね、漫画家でコラムニストの新山なめこさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はもう大変有名な方にお越しいただいたんですけども、もうよくね聞かれる質問だと思うんですけども、はい、お名前の由来、新山なめこさんという、はい、そのペンネームの由来は何なんですか？由来も何もまんまじゃないの？そんなに新山をなめてきたのかしらって、こう、はい、高校時代に見た目が発酵そうだと言われてで、それでつけました。受け止めたんですね。そうですね、はい、発酵の少女でかつ審査舐めていこうと。審査舐めていこうっていうような、まあ、人生は多分ブッダが言うように全て苦だと思ってますので。あ、生老病死行くね。宿泊ですよ、この世が生きていくというものがね。すでに若いのにも達観されたような感じなんですけども、ではこの質問もどうかと思うんですけど、はい、今まで相当な新さんを舐めてこられたと思うんですけど、いや、まあ、パッと思い浮かぶところで、はい、ちょっと今まで最高にこうちょっとつこれやったなと思うような、もう その今だ皆さんと同じようなことだと思うんですけれども、まず、まあ、小学校の頃運動ができなくてちょっといじめられたっていうのと、あとはなんか、まあ、数年前に母とか祖母が亡くなったっていうのと、あとは、まあ、地味に虫歯にすごいかかりなりやすくって、はい、虫歯にかかる、虫歯になりやすくって、で、まあ、幼稚園の時に虫歯の治療で猿ぐつわをはめられて、それがトラウマになってどういう歯医者ですか、それ。虫歯に猿ぐつわって聞いたことないですけど、なんか口を無理やり開けさせられてから、はい、歯医者がもうダメになったんですけど、それなのに虫歯が次々とできる体質らしくって、それでが辛いですね、かなり。最近はね、なんかフッ素が入ったね、はい、お水でこうね。フッ素は消化剤に良くないんですよ。消化剤、はい、フッ素は第三の目ですか？はい、消化剤を守る方に走るのか、それとも虫歯の方に走るのか。歯を守ろう歯を守ろう。そうですか。まずは歯を守りたいですけどね。はい、はいはい、なるほど。まあでも聞いたところでそんなね大したね、うん、ことではないような。そうですかね。人の人生使ってて全然苦労してねえじゃねえかみたいな。いやいや、そうですよ。だってね、新さんさんでもおっしゃるように、こう学校のクラスなんかではね、光の組と闇の組ってありますもんね。はい、あったんですね。なんすかそれ。光の、なんとなくわかりますよ、イメージね。派閥みたいな。派閥みたいな、光の。あ、それあれですか、なんかこう女子校ならではのあれ。いや、女子校だ。みんな小学校とかからあるじゃないですかね。ありますよね、光の子と、はい、闇の子といますよ。今ね、クラスの中に、はいはい、もう空気感で違うんですよ、ね、はい、あいつは闇やんって。そうでも光の子は闇の子なんか見えてないですか？見えてないかもしれないですね。見えてないですね、はい、一生見えないです。そうそうそう、そう、ちびまる子ちゃんなんか光の子で、まあ、あの子は中間かな。そうですね、みたいな、そんな感じですけど、はい、はい、っていうことがあると思うんですけど、では新山なめこさん、はい、月刊ムーでコラムということで、はい、婚活道場ですね、はい、す連載されてらっしゃるんですけども、はい、魂の活動の活動で婚活ですね、はい、すごいいいタイトルをつけていただいてありがとうございます。これは三上編集長、ね、これって俺先生の発音で、多分担当の方がその時案で出してくださった。あ、そうですか、はい、あ、てっきりなんか先生の、全然なんかこうセンス的になんかそうなのかなみたいな。全然何も思いつかなかったんですけど、ほら結構そういうね、感じのね、はいはいはい、本のタイトルとか、はい、そういう感じがあるじゃないですか。そうですよね、横漏れ通信、はい、なかなかこうね、男子は手に取りにくいなんかそういうのみたいなね。あ、そうだ、今日ちょっと人が少ないと思ってお菓子を持ってきたんで、よかったら。あ、ありがとうございます。あ、でお礼いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか多分入ってると思うんですね。あ、これもいい。あ、こちら、いただきました。いただきます。ありがとうございます。で、その婚活道場の中で、はい、UFO コンタクティであったりとか、はい、サイキックチャネラー、はい、死後意識研究家などというね、すごい世界のスピリチュアルな方々と能力者の方と直接会って、はい、自分の魂のレベルを上げてらっしゃるというようなことで、はい、今月はクンムメラという、はい、
ヒンドゥー教ですか、はい、のお祭りに参加されてインドの聖者の方と出会ってきたということが書かれてたんですけども、はい、あ、素晴らしい、なかなか普通行かないよね、クンブメーラなんて。こちらは本当にプライベートの旅行に行って、それで、うん、あのもしえなんか仕事で、仕事じゃなくてプライベートで行ったんですよ。でなんかその内容的に、面白かったら例えばムーさんとか、あと、まあ、美容でいいことがあったら別の美容雑誌とかいろいろ行ってから考えようと思って、とりあえずアーユルヴェーダとかね、そういうのね、オイルとかね、はい、クンブメラ。たださっき三上さんクンブメラじゃないとかおっしゃってたんです。クンブメラでいいんですよね。クンブメラです、はい、今年クンブメラですね、はい、去年もやってた場所がありましたね。あ、そうなんですね。基本的に12年に一度っていう、はい、あるんだけども、どうあれ先生術、インド先生術のあれで、その割り出してて、そうですよね。だから場所によっては12年に一度っていうのが、はい、そのやったのが15年、あ、前回やったのが15年前とかな、ね、結構不規則なんだけども、それは全部そのいわゆる惑星とその星座の配置によって決まるみたいな、はい、うん、あ、じゃあホームページをよくチェックしないと何年にやるか分かんないですかね。まあそういうふうな告示が、ね、あれば、はい、まあ、インドの方にとっては常識ですからね。基本的に、ね、インド占星術すごい当たるとかいう話ですもんね。まあ、あのインド占星術はその、はい、いわゆる仏教の中に取り入れられて日本に行くんだよね。あ、そうなんですか。日本に本来27宿なんだけど、はい、仏教の中に入って日本に行くと28宿とか、全然その概念が西洋の星座とは、はい、違うんだ。あ、じゃあだから不規則な感じになるんですね。こういうすごいディープな話の途中でちょっと乾杯忘れてましたね。すみません、もう飲んでしまいました。これ水で乾杯すると不吉なんで、私は乾杯しないでよかったら乾杯して。わかりました。そういうのあるんですか。水で、じゃあパワー入れます。水杯ってことになって死ぬかもしれないんで、あの乾杯お二人で。それは困る、忙しいんだ。確かにね、それは困る。死ぬしないだ困る。じゃあ、 あの皆さん乾杯ということで、はい、では乾杯、よろしくお願いします。ではあの、はい、クンブメラというのは多分そのインド中の聖者が集まってくる、あの場所が本当に新宿区ぐらいの広大な場所にテントが大量に並んで、そこで聖者の人がなんかあの話をしたり、そういう祝福をしたりとか、まあ、そういった感じの祭りなんですけど、ちょっと、ちょっとぜひぜひ今日はあの、まあ、聖者って言うけど、はい、サドゥだよ。あ、そうですよね。あのサドゥはあのインドでいうところのホームレスと見分けがつかないからね、はい、外見上。つかないですね。でその違いはどこで一般人は見分けたらいいんですか。いや、サドゥだって、はい、サドゥって、ね、これを自分がサドゥだ、はい、横にちょっと映像が出るんですけど、まずこれが全然普通の人たちなんですが、はい、その日本人が珍しくらしくて、歩いてるとみんな手を振ってきたり写真を撮ってきたりとか。日本人は、はい、すごいんですよ。でなんか変な格好してたとか、なんかこうコスプレ的になんかこう普通のシャツにデニムのパンツだったんですが、サリーとか着てる人たちからなんか変わった格好してるねみたいなこと。え、まさかナベコさん一人で行かれたんですか。ツアーなんですね。ツアーで、あー、すげえな、クンブメラツアー、はい、でこちらがこんな感じで、なんか1ヶ月今日のイベントのためにみんなこのぐらいの立派な、なんかこれは門だと思うんですけど、確かに新月から始まるのかな。あ、新月から始まるんですね。これでなんかもうもっと混んでる時は混んでるんですけど、常にこのぐらいの、結構1億人ぐらい人が来るんですね。すごいよ、観客とサド合わせ1億人のイベント、あのぎゅうぎゅうというか、入場料100円取ったら100億だよ。あ、そうですよね。ただこれいや、ちょっと ただも何もこの場まで行けばただだと思いますね、そう、そのサドゥの人たちっていうのは要はその出、まあ、日本でいうと出家者ですね、はい、出家して全てを捨てて裸一貫でこう本当に裸でこう、はい、遊行するという、はい、こちらもそのなんかやっぱり日本人は珍しいからか、こうなかなかないんですけど、日本ではこうメンズが取り囲んでくるんですよ。ちょっとあら、あ、モテモテじゃないですか。すごい、なんか珍しいってことで、そうなの、なんか言ってそうだけど、日本人もなんか、そう、最近特に流行ってますね。多分そのムンバイとかだと珍しくないと思うんですけど、このウジャインっていう場所だったんですよ、はい、だからそれは
本当に全然日本人がいないからか女子だみたいな感じですか、はあ、そうですね、その多分ムンバイから国内線で1時間とかそんな感じだったんですけど、ね、へえ、こんな感じですごい素敵なアートが、あ、インドだね、この神様の絵がね、はあ、へえ、なんか本当に1ヶ月のためにここまでやるっていうのがすごいですよね。でこんな感じで多分修行さんの方がちょっと待ってる感じですか、ね、修行じゃないんだよね、遊行なんだよね。遊行っていうのはどういう遊なんですか。あの遊ぶに行っていう字を当てたんですよ、遊行。だから全てをだから所有するっていうことは苦であると、全部捨て去ると所有しない、はい、でもう本当に裸で、はい、普通にこうですもうこれが本当に楽しいことであると、もう社会的なしがらみの何も全部捨て去って、はい、裸でこう、死ぬまでこうね。実はなんかそのロッカーを借りてるとかそういうことはないですよね、収納ボックスを借りてるとか。実はそのなんていうかもう所有してないって言いながらちゃんとちゃっかりロッカーに預けてるとか。そうそうですね、それはね、あのちゃんとしたその管理はされてるっていうか、はい、そのアシュラムね、アシュラムのところにこう寝泊まりとかして、はいはい、そのただね、お金払ってるわけでもないし、ただそのお金はもちろんその、はい、全然持たないんだけれども、はい、そのアシュラムとか教会の方に全部お金が行くんです、はい、あ、そうなんですね。あ、じゃあそこで食事を出してくれるっていう、うん、だからそのアシュラムっていうのはとかそういう宗教施設っていうのは、はい、だからねインドでね、はい、その言ってみれば捨てられた子供とか、ね、はい、親が死んじゃったっていう子供たちが、はい、そこに行くとかね、はい、例えばその病気で頼る人がない、はい、そういう人たちもそこ行く。あ、でもだからいわゆるその社会保障のシステムなんだよね。ああ、いいですね。保険とか払わなくてもそう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 、ここにでお布施で生きていけるんですね。でそういうアシュラムでサドゥとかね、はい、いるとインドの人たちは祝福を受けにとかね、相談を通しに来てお布施を置いていこう、はい、そうですね、もう払うことによってこっちもいいカルマが、うん、カルマが、はい、良くなるってことですよね。人数が人数だからね、はい、奥が来るんですもんね。だって毎日お祭りの時はそう、普段からねそういう相談に来る方々がさ、うん、はい、お布施とか。でちょっとその特に聖者パイロットババさんっていう方にお会いになられたって、はい、あ、そうですね、どんな方いらっしゃったんですか。ヨグマ、はい、パイロットババさんとヨグマタさんのキャンプに、え、ヨグマタって相川慶子さん、はい、のキャンプに泊まっていたんですが、うん、でなんかそうですね、同じなんかゾーンのところにはいらっしゃったと思うんですけど、うん、ヨグマタの相川さんって有名な方、はい、はい、日本人でね、ヨーギーだね。あ、ヨーギーですね。だから女性名詞ですね。はい。そこの場所に行くと結構あのいろんな聖者さんが来てたりとか、あとは割とその会いに行ける聖者みたいな感じで、あのなんか常に何百人も何千人もダルシャンを受ける列ができているんですよ。そう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 。でなんか本当に一瞬多分その聖者に挨拶するときこう足に触るんですよね、はい、足からパワーが出てるらしくって、はい、でみんな並んでその足に触ったりとか、うん、こうなんか目を見たりとかチラッとでも見られることが祝福になるそうなんですよね。へえ、そうですね。どうでした実際に。はい、あ、はい、そうですね、でも割と何ですかね、結構、まあ、ちょっと目が合っただけで、まあ、嬉しかったんですが、もう向こうでは本当にスターみたいな感じですかね、聖者が。で、これもその滞在してたキャンプにあるこんな感じの像とか、これ仏像だよね、仏像ね、ヒンドゥーのあれじゃないよね。でもこれシャカというかブッダってことなんですかね。なんかこうイルミがあったりとかすごい楽しい雰囲気なんですよ、まあ、考えてみればあれか、はい、お釈迦様もビシュの直後の化身の一人、うん、ね、人だから。あ、でなんか夜中なんかあのライブスペースみたいなとこがあって、なんかその奉納するコンサートみたいのが行われてたりとか。結構明るい感じなんですね。そうなんです、明るくてすごくポップな感じなんですよね。だから
日本でいう多分ロックフェスとかそういうものが聖者版になったみたいな。なるほど。じゃあこういっぱいお店、夜店じゃないですけど、はい、食べるところだったりとか。お店はそこまでないんですよね。ただ、はい、それぞれのブースに入ればカレー出してくれるところだったりとか。ブースって感じ、はい、でかブースってテントや、普通のテントで、中にはカレーにタイマーとか混ぜるところもあるから気をつけるようにと言われて、ね、そのサブーの人たちはもう、はい、もう治外法権だから。あ、そうですね。もうどんな薬物をやろうが何しようが、はい、もういいの、もういいの、もういいんだ、はあ、すごいですね、その治外法権で。しかもそう、サドゥーの人たちは社会的にもうすごい地位が高いね。だからとか公共機関を含めて全部タダですか。あ、タダなんですね。全部タダですか。そういうの国会議員ぐらいの感じですよね。エセ聖者とか出てきそうじゃないですか。うん、それでもいいんですよ。いいんだそんなね、ちまちました1億だから、あ、ですね、1億